恐竜の王様って誰？当然スピノサウルス。断然ティラノサウルス。長い顎、この背びれ、王様さ、スピノサウルス。なんだって？素早い肉食恐竜、狩りなら誰にも負けないぞ。ガウ、この俺が王様だ。ガウ。スピノサウルスとティラノサウルス。俺はティラノサウルス、世界一のハンターさ。この強い歯で敵なしさ。今日は何を食べようかな。ティラノサウルスが獲物を探しているとプテラノドンが飛んできました。世界一？僕はスピノサウルスこそ世界一のハンターだと思うけど。なんだって？スピノサウルス？うん、そうさ、ちゃんと見たんだよ。すっごく狩りがうまいんだ。それに背中の大きなヒレ。そんなはずないさ、確かめに行かなきゃ。俺はスピノサウルス。魚を取るのなんて楽々さ。一匹、二匹、三匹。はは、あいつがプテラノドンが言ってたやつだな。おい、お前が狩りが得意なスピノサウルスかい？噂は聞いてるぜ。ふん、そうさ。お前こそ誰かい？俺は恐竜の王様だ。ははは、恐竜の王様？魚がちょっと取れるぐらいで恐竜の王様だって？ははは、本当の王様はティラノサウルスだぜ。なんだって？いいさ、それじゃ勝負しよう。魚を多く取った方が本当の王様だ。ふん、お安い御用さ。よしよしよし。なぜ取れないんだ？もう一回。助けて、助けてくれ。しょうがないな。ほら、わかっただろ、俺が恐竜の王様さ。いや、まだだ。お前はいつも水の中で狩りをしてるだろう。俺は今日が初めてさ。今度は森の中で勝負だ。森でもお前が勝ったら降参しよう。勝てっこないさ。あそこの木まで早く走った方が勝ちだ。いいか？簡単だね。俺の勝ちに決まってるさ。よいどんでスタートだ。いいな、よいどん。なんでそんなに早く走れるんだ。俺の強い足腰を見たか。こんなの朝飯前さ。俺の勝ちだ。なんだと？魚の勝負は俺の勝ちだったじゃないか。俺が王様さ。何？お前は森で負けたじゃないか。水の中で溺れかけたのはお前の方だろう。俺の勝ちだ。いや、俺の方が強いって全然言ってんだろうよ。よし、あそこのプテラノドンを先に捕まえた方が勝ちだ。どうだ？はあ、いいだろう。それじゃあ行くぞ。負けないぞ。いや、俺の勝ちさ。その時、僕を捕まえるって？そうはいかないよ。
どうなってるんだ。わかっただろう。俺が恐竜の王様さ。いや、俺さ。わからないやつだな。よし、もう一度勝負だ。俺が負けると思うのかい？俺の勝ちだ。やれやれ。恐竜の王様を決める勝負はまだまだ続きますね。陸のハンターティラノサウルス、水のハンタースピノサウルス、空飛ぶプテラノドン。からピンキッズで検索してね。